やめろやめろ、待って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 、私結構撃たれました今。結構撃たれた、やば。あいつもこの中に入れろ。おい、そこがボイムなんて。おい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 、成功させなきゃ。はい、リベンジですわ。負けてんじゃねえかよ。レディー、はい。おら、うらー、言葉まずいだ。これ。あ、動けるようになりました。あ、よしよしよし。おー、いいねいいね。先生ありがとう。助かった。いや、あんたらもよくやったな。うん、取った。あ、待って待って、ピンクのものの取った？ありがとう。まだ見てないよ。ピンク、いや、銃持ってる銃持ってる。そう、あ、あった、ごめん、あった、あった。取った。ね、何しに来たかと思ったら銃なしでここに。ペインキラーね。もうあと1回、オッケー。おい、待って、こいつ。サンドイッチなんか持ってやがる。さ、盗む、ダメ、それは犯罪だよ、それは。サンドイッチはいいだろ。サンぐらいいいでしょ。サンドイッチはいいだろ。サンぐらいいいだろ。おかしいだろ。サンドイッチの中身、薬かもしれない、危ないよ。ハンバーガーな、ともかく。ハンバーガーは何犯罪なの知らんねえよ。早く、早く行くぞ。ついや、ハンバーガーついやっちゃうんだ。足の先生も困ってるだろ。そうだ。じゃあ、カボチャ行こうぜ。わかる。あ、お、ちょっと思い出したぞ、お前のこと。俺今ホットフォークで思い出したぞ、今声色で思い出しちゃった、それ今。どうなんだろう、ホットフォーク。何を言ってる。1ヶ月ぶりだからちょっとここのルールが、ホットフォーク。おい、聞き分からんぞ、お前。お前、おい、ちょっとこれこいつ取り調べないと分かんないけど、顔見知りかもしれん。どうだ、全部楽しそうだな、お前。こいつ知り合いかも。俺知ってるやつかもしれん、こいつ。まあガスマスク外してもらおうな。そうだな、ちょっと海が困って引き取りづらいから払ってボートの上でそのまま放置してるから。おー、やってみろよ、そんな。やってみろよ。よし、じゃあ乗るぜ。サメの餌にしてやろうかな、カボちゃん。あー、さすがマヌ、バリバリやってな。ヒロニアの餌にしてやろう。ホームシールド。しかしマヌさん、それいいっすね。そのどっからどう見てもだ、ね、大統領の護衛じゃないですか。僕知ってる、これさ、うん、こっから、うん、今のこの状態で、うん、俺を取り調べる方法があるの知ってる。なの F の筋肉押してみて。俺も分かるわ。降りるだろうが。おいやめろって、俺マジで今 F 遅いな。もっとバカがいた。押した方が美味しかったけど、それはさすがに、はい、僕らサンバカって言われてんだよ。サンバカって言われてるから俺ら。でも僕はね、不満があるんですよ。なんで僕がバカなんですかって思ったんですね。いや、みん全員思ってるっすね。全員なんで俺がバカなんだって思ってるから。みんな思ってる。俺も納得いかないんだな、それに関して。俺も納得いってねえから。ゴンキュンならまだしもね。ふざけんな、マヌ。ゴンキュンならまだしも。マヌ、さらうぞ、てめえ。ゴンキュン、また殴り合いしようよ。あ、お前、ライアンか。またアイデンティティー奪ってやるよ。あ、いいよ。じゃあもう頭来たら、もう一回やろう。はい、ここでやるだったら全員連れてこい、モズ。今からやる、ここで。はい、もうここでやもう会ってなくて、もうここでやる。あ、俺が勝ったら逃がしてくれ。あれ、あれどこ行った。あ、消えた。まぬ逃がしたな。あれ、どこ行った。え、消えた。ライアン逃がした。ライアンってことはお前キミトスか。キミトスって誰ですか。しらじらしよ。あ、大丈夫だ、お前。大丈夫、こいつ偽名使っても一回指紋取ってるから、指紋で一致したらキミトスってわかるから。そうか、お前名前なんだろうな。俺の名前は横山武史、海賊王になる男だ。大変だ。マヌ待って。だけどライアンが本当にいなくなった。ライアン容疑者。いないぞ、おい。おい、横山武史、ライアンどこやったんだ。俺は、あ、この探せ。出てくるな。この世のカボチャをそこに置いてきた。いや、親じゃない。探さないでしょ。弱いでしょ。親じゃないか、お前。ワンピースなら探すけど、カボチャ探さないでしょ。ワンピース見たことないけど、その言葉だけはわかるぞ、俺。ミリシラでもわかるんだ。わかるわかる。この島を出ようと思って、船を調達しようと思ったら、やられてしまった。ボートあったよ、ボートで出ればよかったよ。私の名は横山武史。早く逃がしてください。ダメだ。だってライアンが帰ってこないよ。おい、ライアンどこ行った。そうだなぁ、ライアンとたけし君どっちが先輩。彼です。あ、じゃあかぼちゃです。じゃあこっちに入れといた方が偽するから、こっちに入れとくか。敬意がねえな、かぼちゃです。なんか後輩の方がいいとか言ってるじゃねえかって、偽っとしてから。これじゃあなんか電話来た。じゃあとりあえずたけし処すか。
いやいや、俺らは執行人じゃねえからな。たけし、それ外せた、たけし、マスク。そうだな、一旦マスク外してもらおうか。顔見せな。外さなきゃいけないのか。そうだな。やめろ、やめろ、待って待って待って、あ、バグ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 、あ、だだ、ちょっと待って、仲間さん、逮捕れ、その人、捕まえないと、捕まえてください、その人、その人を捕まえてください、何何何何何何、その人を捕まえてください、怖い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 、私、結構撃たれました、今結構撃たれた、やば大丈夫か、あ、ちょっと、マルさん、マル、マル、開けて、開けて、オッケーオッケー、中入って、中入って、すいません、テニス、テニス、あの、出血するよね、大丈夫、大丈夫、包帯あります、髪で銃打ちまくったって、死ぬ、あいつやべえ、あいつやべえぞ、やばいって、あいつもこの中に入れろ、いや、あの、さっきまでさ、あの、処刑する処刑するって冗談で言ってるのが、マジで処刑する気分、そう、本当に撃たれたぞ、本当に怖かった、本当に撃たれたぞ、俺を、仕事は撃たれた、俺、いた、どんまいだな、本当に、どういうことだ、お前、いや、なぜか、お前、どういうことだ、なんで、なんでこうなって、いや、先輩、なんで、あの、あ、すいません、でもさっきあなたしれっと名前呼んでましたよ、僕の、あ、本当、はい、あ、なんで、え、ど、何があったんですか、こっちが聞きたい、いやいや、僕も聞きたいです、まずな、両側から上がったろ、はい、上がりました、お前、撃ってたよな、で、俺も撃ったよな、はい、で、俺がちょっとまあ、お前の車線に入っちゃってちょっと撃たれたよな、いや、今日は撃ってないです、いや、ちょっと当たってたんだよ、あ、なるほど、で、俺出血でダウンしたな、はいはいはい、その後どうしたの、僕はですね、そのかぼちゃさんの指示でそこで待てと、もうここは見てろって言ったら、はい、ここは安全なものかと思って、よし、包帯でも巻こうかなと思ったら、一人なんかあの、いまして、まあ、地下に一人いるぞ、あれは、あ、なるほど、で、まあ地下に、まあ、その人にこう結構、まあ、撃たれたというか、で、あの、消息が立ちました、そこで、大丈夫か、仲間、大丈夫だ、俺は大丈夫だ、でもあれだろ、お前ちゃんと決めてたんだから、体硬かったはずだろ、はい、まあいろいろなんか あったみたいですね、うん、ダウン、あの、お前もやられたって、まあ、多分なんなら僕の方が早かったかもしれないですねお前反省会してる、反省会、はい、着いたら2人ともダウンしてて、ちょっと笑うの我慢してたからな、そうそうそう、なんならちょっと遅かったですよ、警察だった、そう、本当に、いや、すぐもっと早く早く来なさいよ、いやいや、時間が、成功させなさいよ、時間がないんですよ、こっちには、あれ順調に言ってたら普通に成功してますよ、何してんすか、本当ですよ、100戦グートしたやつにクレーム入れられたくねえって10分ぐらい待ちましたよ、いやいやいや、ちょっとよ、じゃあ、あ、聞いてくれ、二人とも、この半ばが着替えてたせいだ、いや、それはそう、ちょっとご機嫌な格好を過ぎたから、じゃあ、半ばのせいってことね、じゃあ、捕まえましょう、もう、タバコ吸えな、じゃあ、半ば、半ばクイズンね、え、クイズン、俺がの、俺じゃなくない、だからさっきの続きやろうよ、だからゴーケンと殴り合って、うん、俺が勝ったら、着をしてもらう、いいよ、はい、どうもフランシスコマグナムです、いい、はい、どうもフランシスコマグマグナ来たのか、なんでマグナ来たのか、今警察のとりあえずたけしは処刑ね、なんでですかさっき僕のこと撃ったでしょ、あなた、ああ、まあ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 気にしないことだよくあることだ、よくある、やべえ、この世界狂ってるああ、まあ、まあちょっとじゃあ殴る、これ殴り合おうぜ、じゃあ俺は、あ、マスク、マスク、じゃあ俺は最初に、まあでももうライアンだからな、それまあ、そうだよな、似てんの嫌だな、ちょっと、似てんの嫌だな、やろうぜ、ちょっとたけし、ちょっと外で、あ、了解です、たけしゴミでもいいぞ、たけしゴミでもいいぞ、ライアン弱いから、たけしっすよ、どこじゃあ待って、まあ、手錠かけて外出しちゃう、俺とたけしがやり合ってのはどうだ、ライアン、タクシーは俺がダメだ、昨日ハンバーガーでボコられた、俺はちょっとあの中場くん、ちょっとゴングを、そうだな、おい、そこはゴングなんておい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 、ここはな、それでも警察か、もう機会なんでないや、ゴングなんて待ってらんないっつーの、
あ、坂本先輩スティーブン・セガールみたいな感じで。ハメハメ技なしだぞお前。ハメ技。沈黙なんて甘っちょろこと言ってるから客船ごと言われるんでしょうか。沈黙の客船ごと。沈黙ダメでしょ。成功させなきゃ。はい、リベンジ達成ですわ。あ、負けてんじゃねえかよ。ダイアンさん、先に鳴くゴング鳴ってるやつはクソだ。心のゴングが鳴ったんだよ。気がかってこいつ。来たね、この男。さあ、拍手を島田中和さん。次は、次は俺と中和さんだな。誰が助けんで大変だろ、これも。来ましたね、こいつ。あ、これしかも、あれか、真城先生呼ばないと。そうなんだ、真城先生の仕事増えちゃうんだよ。おい、手錠を外してくれ。ちょっと待ってな、たずすから。ここ男としてこれは避けられなかった。これ呼んでいいのかな。解除できた。来てないね。なんで俺が捕まってんだ中は。これ医療キット持ってるんだけど。あ、俺も。あ、じゃあ、そ、あ、使う、あ、でも使うと持ってるか。俺持ってるかも。病院の先生、怒るよ。これしよう。あー、でもそっか、でもそっか。あれ、中はここって来れないんだっけ。通知来ないのかな。通知は行くのか。通知、じゃあ出していいのかな。初心者とか下手なね、我々が治療するよ。まあ、確かにね。出してもまずい。あ、確かに俺のパンチの傷は言えないかな、そんなもので。真城先生にちょっと電話してもろて、警察署内。そうですね。すごくごく俺説明しづらいから、ちょっともうお前から説明しててよ。ああ、わかった。じゃなく、あの、鍵開けないと。開けてくるわ。上の鍵開けて。じゃあ中間さん、その間に僕と戦いましょう。勝ったぜ。今度先生堂々とやるぞ、おい。そうなんだ。じゃあ、ライアンさんにゴング鳴らしてもらおうか。撃ち殺しやな、あいつ。じゃあこれで俺が中場さんに勝ったら俺は脱獄ということで。なるほど。レディー、はい。おら、この野郎、ヘリコプターなんかに来やがって。ずりんだよ、こっちは水上ポーズどこねえか、この野郎。おらおら、おかしいだろ。おら、俺たちが、うわ、おら、俺たちがこの世界の王になるんだ。お前はおろ器じゃねえんだよ。ああ、こんなとこで、こんなとこで、こんなとこはまずい。ああ、さあ、マンダーマから教わった、カウンターのやり方忘れちゃった。先輩、大丈夫、隠します。真城先生もびっくりだ。なんだこれ。めちゃくちゃだ。あれだな、壺の中に毒虫入れて最後の一匹になるまで戦わせるみたいな、あれだな。孤独ってやつだな。孤独の戦い。いや、昨日ハンバーガーで先輩と殴り合っててよかった。絶対もう真城先生に怒られると思う。同じポニーテール、同じポニーテール2人何やってんだって。何やってんだってなる。言うのでも出ねえ。今度は私のボコボコにしやろうぜ。もうあいつ、あいつだけは絶対許さねえ。やっぱ君とすか。そうだ、俺はさっきここであいつに撃たれたからな。確かに。うちの先生なんか増えてるぞ。たけし、どういうことだこれ。勝ちました僕は。捕まえろ早く。おかしいでしょ。たけし、お前もう処刑だもん。おかしいでしょ、なんで。たけし、お前これから今俺とオイルリーグ行くぞ。大丈夫か、お前ボコボコじゃないか。すいません、お前もう、ありがとうございます。お前もうバラして餌だ。なんで僕の罪が増えてるんですか。マダイの餌だ。おいおいおい、おかしいでしょ。まあ、とりあえずちょっと罰金切って、なんか解放してやろう。たけし、ゴリゴリハゲてるじゃないか、お前。いや、中間さんに帽子吹っ飛ばされました。マシロ先生すまねえ、まさかこんな大惨事になってるとは。いや、それはいいんだが、拘束しすぎたから、暮らしてやろう。すいません、こうなってきた。マウンガリーが切るからな。ああ、そうですね。ああ、これ早く入れてくれ。切るからな。ほらほら、じゃあもう暴れるなよ。そうですね、おとなしくしておきます。あー、中は鍵閉めんなよ。早く入れてください。おとなしくも、お前も職もしろ、もう21分までだからな。はい、了解です。はい。え、なんだなんだ、怖い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 
誰かテレビつけたこれ上の。マシロ先生の電話じゃない。怖っ怖っ。モグモグ。じゃあこれライアーの方に切るからさ。手錠。何があったんだよ中は。戻ってきたら血の海になってたじゃないかよ。いやー、今度じゃあ第2回戦第2ラウンドってことで俺もやらされちゃってさ。負けんなよたけしに。で僕は勝ったのに罪が変わってません。おい中はそれ話が違うだろ。公務執行妨害できていいんじゃないか。たけしだけはたけしだけいいだろ。たけしだけ逃がしやれよ。まあそうだな、男はほら男の約束ってことだし。いいのか。いやじゃあたけしはプリズンでいいか。おいおかしいだろ。なんでだよ。おかしいだろ。何で今罰金切ってんの。客船失敗して俺ら何も取れてない。そうだよ、1円も何も取ってね。そういう日もありますわ。まあ中東法と NPC さす。ちょっとライアン、ボスどこいんのよ、ボス。ボス知らないよ。え、ボスだって警察署来たよ。お、早く手錠外してくれよ。僕に来るみたいなこと言ってたから早く。だいぶ前に来てなんかバイク乗って遊んでたぞ。機嫌だな。あ、切れよ。あ、いたあ、いたい。やれやか、勝った方出してやるよ。おい、お前やめて遊ぶんじゃねえ。そう、お前警察クソだ。カナデスマッチやらせんじゃねえ。カゴの中に入れてカブトムシ2匹みたいなのやめな、ちょっとかわいそうだから。キレってのはですよ。もうなんで、なんで牛乳師こんな血だらけなの。たく、とんでもねえ時間のロスだぜ。それは、いや、正直そう。それはそう。もう一回こっちやってやったな。やってやるかな。いつやる。あと30分ぐらいしたら。30分かな。いや、待ち伏せされるだろ、やつ。ボキューいる。ゴンザレス、ちょっと待って、待って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 待行きましょう。先生は、後ろ先生、あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。じゃあ、安静にな。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。安静するから、安静にな。ありがとうございました。あ、もしもし、今解放されました。今警察署前です。島ボスが来てくれるらしい。お、本当ですか。来てよ。オッケーオッケー。なんだあいつ。すぐ見つけたら絶対ぶち殺す。あの金城ってやつマジでやべえっす。金城あいつマジぶち殺す。たださっきな。はい。カバン持ってたの。はいはいはい。万太郎かな。はい。羽のとこに近づいてったらな、はい、これ金取れるのとかって言って金のところに近づいたらな、はい、金取れたんだな。お、っていうことは2000万取ってる。そんなミラクルが。2000万取るんですよ。すごいですね先輩、やっぱり持ってる男は違いますね。失敗はしたが2000万ゲット。すごい黒字だけは。これは俺らだけの秘密だ。24番です。ありがとうございます。すいません。すいません。あ、すいません。いやこんばんは。久しぶりだな、君たちか。お久しぶりです。君はなんかどうやら毎日のようにやっとるみたいな。はい、もう先輩にいろいろ教えてもらって。なるほど。で、今回は失敗か。はい、すいません。いやいや、いいと思うぜ。で、一応柳田、はい、アジトにちょろっとだけ行こう。
海際のアジト。海際のアジト。海際のアジト。あそこですね。海際のアジトですね。そうだ。海際のアジトだ。海際の。カラカラの。カラカラのワニ。カラカラの兄。ワニ。ワニ、いや、かわいそうなワニ、こんなカラカラになっちゃって、もう本当に大丈夫ですか？このワニはもう、なんか死ぬ？このワニ死ぬ？死ぬ？すべすべの財布。この財布す、大、もう、え、あ、すいません、ちょっと、すいません、すべすべで、あの、待ってください。カラカラのウオ。ウオ？あ、すいません。いや、すいません。あ、すいません。すいません、間違えました。すいません。はい。ぬるぬるのプリン。ブルンブルンブルンするこのプリン、ぬるぬるって、これ。食べようかなと思ったら、口の中ぬるぬるになっちゃって、本当になんかすっごい気持ち悪い、これ。2円、2円、これ。まずい。トゲトゲのパスタ。誰これ作っ、どうやったらこれ作れるこれ。口の中血だけ流すよこれ。大丈夫ですか？見え見えの嘘。お前ふざけんなよ。何言ってるの？わかるだろお前そんな嘘。誰のお前本当にお前。俺がねだけ言ったでしょ。キンキンのホテル。痛い、もう寒くて。なんでエアコン、何回もエアコンつけてるのに、もう全然、キンキンだ、このホテル、なんだこれ。キンキンだ。カチカチの本。もう最初のもうどうでもよくなっちゃった。海際のアジと関係なくなっちゃったよ。ありがとうございます。まあ、まだ君にはここ入れるわけにはいかない。はい。ここが我々の海際のアジト。あ、ここがモズの海際のアジトですね。そう。で、なんだ。つぶつぶのミッションどうして失敗したんだ。そうですね。二人で行ったんですけど、まあ思いの格好。銃撃を受けてしまった。どれくらい？マフィア、敵マフィアから。おお、なるほど。で、まあ君とですね、待機させてたんですよ。どこで？見張り役として。船に乗って、まず最初の、まあ、敵を倒して、中には私一人で行こうっていう話になったんですけど、まあ、思いのほか自分が出血してて、まあ、ダウンしたんですけど、なぜか待機してた君とスもやられてた。どうしてということで。どうして？まあ、もう安全かなと思って包帯をちょっと巻こうかなと思っていた矢先、目の前のあの見知らぬ人からちょっと撃たれまして、意識を失いました。君はなんかその見た目はどうした？なんか大丈夫か？いや、さっきまであの帽子かぶってたんですけど、ちょっとあの警察署でいろいろありまして。あ、そうかそうか。まああれだ、わしがハイエナしたから。あ、6000万ぐらい。ああ、よかったです。じゃあ思い出にこれでも持っとけ。あ、ありがとうございます。クリスタルスカルだ。すごい、ありがとうございます。コンビニ強盗とかでダイヤモンドを取るのと、作戦強盗で取るダイヤモンドと同じだろ。同じです。俺さ、コンビニ強盗で取ったダイヤモンドを持っていったら、あいつら高値で買い取るんじゃない？確かに。かなり値段違いますよ。そうだ。普通に質屋で売る。天才ですか？でもそれが同じ扱いになるからですよ。でも全く同じダイヤモンドだぞ。確かに。試してみる分にはいいじゃん。多分ダイヤモンド60個ぐらいあるぞ多分。
B 拠点に入ってますか、うん、試してみるか。やってみますか。もうあと、あと5分ぐらいすればもう一回行けるんで。鬼畜鬼の所業だなお前。はい、管理者だけは許せません。僕警察署で撃たれたんで。でもあれだろ、歪みだろ。なんかくしゃみと同じって言ってました。最後まで見ていただきありがとうございました、よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。